今夜のゲストはお笑いトリオ我が家のやたべさんですどうも今日はね僕あの芸人としてではなく、はい、もう完全にもワインエキスパートとしてきてますから <laughs> なるほど僕だから今日一切ボケませんよ。えー、<laughs> というか普段からそもそもボケる方ではないんですけど。<laughs> ではないけど、はい、さらに今日はボケないと今日は真面目にちょっとワインの話をしたいなと <laughs> いでもあの明日は成人の日なのでね新成人の皆さんも興味があると思いますのでうん、そうですね、はい、たくさんお話をお伺いしたいと思いますが、はい、まず あのワインエキスパートってどんな資格なのか教えてもらっていいですか？あのですね、ソムリエは皆さん知ってますよね。ワインソムリエ？はい。はい、あのまあワインをこう提供する側の人、どんな味、どんな食事に合うかをこう決める方なんですけど、はい、まあそれはあの実務経験が5年以上ないと取れないんですよ、ソムリエは。うん。え、お店の方じゃないとダメってこと、ね？そうです。働いてていろいろワインのことも知ってる上でこう受験ができると。うん、ただその ワインエキスパートっていうのはその実務経験がなくてもソムリエみたいなことを取れますよっていうのがそのワインエキスパートって資格なんですねだから試験内容もほとんどソムリエと変わらない問題が出るんですよ難しいですかいや難しいですねもうね、はい、いろんな国のワインを覚えなくちゃいけないのと、うん、あとフランス語 イタリア語スペイン語、うん、ポルトガル語、うん、ドイツ語ってこれ全部違うってくるんで微妙にそうですよねだからねその同じ武道品種でもあのドイツ行ったらこういう風うに言うよとかそういうのもばあって思えなくちゃいけないしえー 難しそうでもなんか矢田部さん生生ききしてますねより声のトーンが大きくて <laughs> ワインの話と車の整備の話になるとめっちゃ喋るってよく言われる <laughs> すごいあれこんな喋る方だったっけと思って今さすがですねワインエキスパートそうですねワインエキスパートですから僕 <laughs> なるほどどのくらいかかるんですか期間でいうとえっと僕は半年ぐらい勉強したんですけど、はい、だから去年のね3月ぐらいから勉強しだして、はい、一次試験がね 9月ぐらいかなにあってで一時合格するとその一月後に今度はテイスティングの,あのワインの品種を当てるテストがあるんでなんでだから半年以上はかかってますねでもそもそもそのワインにハマったというかはい、はい、これを取ろうと思ったきっかけっていうのは何なんですかこれねあの僕お酒好きで昔から、はい 飲みすぎてちょっとね肝臓の数値がちょっとやばい状態になっちゃって、はいはい、ちょっとワインに転向したら、うん、なんかね肝臓の数値が落ち着いてきて、えー、でいろんなワイン飲むようになってせっかくならもいろんなものを覚えようと思って、うん、でめちゃくちゃ勉強し始めたのがきっかけですね。うん、ハマリ状なんです、ね、結構凝る方ですすねね結構る方だからあのの正直その よくワインエキスパート取って、はい、みんなに言われるのがその芸能界ドロップアウトした時の保険だろうって言われるけど、うん、<laughs> そういうわけではないですよあ。違うんですか？違います違います違いますよ, <laughs> ますよ趣味です趣味,趣味ですか？はいでも川島なおみさんと押切り萌えさんと肩を並べるくらいですもんね,、はい、ね芸能界で三大、はい パなんかそれ言われるとちょっと恥ずかしいんですけどいやこれはでもぜひ言ってってもらいたいですよね。<laughs> はい、バンバんっていきます。はい、そんな矢田部さんが個人的に好きなワインってあるんですか僕ね、はい、こうちょっと言ってもね難しいんですけど、はい <laughs> えー、あんま難しくないのがいいです。難しくないので言うと、はい、あのボルドーっていう感じがあるんですよ、はい。よく聞きますよね。はい ボルドーの,のカベルネソービニオンメルローっていう品種を配合したかっこいいもう一回言ってくださいカベルネソービニオンとメルローを配合したちょっとフルボディって言われる、うん、まあちょっと重めのワインというか、うんはい、強いワインなんですけど、うん、まあ美味しいですねやっぱ好きですね、うん、やっっぱりお酒好好ききでワイン好きな方っていうのは 重いもの選ぶんですかよく言いますよねみんな重めでっ言いますね言いたくなりますよねフルボディでとか重いのでとか重いので僕大体順番決めてて軽いのから行くようにしてるんですよワインだったら初めはスパークリングワインが食欲をこう美味しいですよねはいクッとまずスパークリングワインやってその後ちょっと軽めの白いいってで次は樽の効いたシャルドネなんか飲んで。 樽の効いたシャルドネ。樽の効いた。<laughs> シャルドネっていう。白葡萄なんですけど。はい、あのねい、一番味に特徴がないって言われてるんで。<う>その作り手さんがいろいろ試行錯誤して、はい、じゃあ樽の香りをいっぱいつけようとこう。保存しとくときに、樽にこうつけとく間のうん、うん、期間を長くすれば。うん、その分、樽の香りがつくんで。樽の香りってどういう香りなんですか?。あのね。ロース、樽も焼いた樽を使うことが多いんですよ。うん、そうすると。 嗅いだ感じバニラの香りへえ、想像してたのと違う全然違いますもっと木っぽいのかと思ってました香ば<ー>しいというかもっとローストするとそうなってきますねーローストにも段階があって甘い,甘いんですねバニラのバニラの香りって言われてますねそれがシャルドネシャルドネですねあ、私白ワインは好きなのであ<ー>シャルドネならじゃあいいかなシャルドネいいかもしれないですねへえ<ー>、あと リースリングっていう品種があるんで、はい、それは僕女の子にはおぜひ飲んでほしいもう一回言ってくださいリースリングリリースリング。はい。フランスのアルザス地方のリースリングは特に美味しいです、うん、女性におすすめの女性におすすめ飲みやすい,やすいスッキリしててへじゃあ男性がこれ頼むとかっこいいよっていうワインあったりしますかあやっぱ、うん、響きだけですよ響きだけですけど、はい、あのジュブレシャンベルタンありますみたいな <laughs> かっこいい <laughs> <laughs> しかも今手こうなんか顎に持ちながら言ったのがかっこよかったジュブレ・シャンベルタンってなんかいいじゃあこれを聞いてるね新成人のみんなとか男性陣にはいいですねはい,、はい、いいんじゃないですかちょっともしかしたらモテるんじゃないですかね,<あら> <laughs> ねジュブレ・シャンベルタンなんて頼んだりね<え>、はい、何それってなりますよねはい、はい、なるほど、えー、ところでですねこの番組ではゲストの方に、はい、私優かに言ってほしい一言っていうのをあの小芝居があるんですよ 妄想コーナーというかほうほうはいはい、はいはい、で八田部さんも何か考えてきてくださったということではいはい、はい、この言葉をはい、私優香さんに言ってほしい言葉としてはいわかりましたじゃあまず設定がはい八田部さんがワインバーのマスターというはい設定で、はい、そうですねはい僕がワインバーのマスターといと、はい、はいはい でこれを私がお客さん役で、はい、そうですね。いいすねお客さんできてくださって、<laughs> まあワイン一杯注文して、まあそのぐらいから始まります、めます。ますね、ワイン一杯飲んだ後。そう飲んだ後の方がいいかもしれないですね。なるほど。じゃあもうちょっといるわけですね。はい、いた方がいいか。はいはい。わかりました。それではようスタート。あ <music>、おいしい。いおいしいそのワイン。うん。 美味しいですそうよかった次どうするこのワインもう飽きたわ今度は私の心のコルクを抜いて何これ <laughs> いやなんかね、はい、あのキザな言葉をちょっと言わせたいなというか僕にもう純粋に言ってもらいたいな私の心のコルクを抜いててだからねきっとちょっとねあの、はい 悩みがあるんでしょうね,ねでもそのマスターの,あのぬくもりを感じる優しい手で優香さんの心のコルクをねそっとポンと抜いて「分かったよ」っつって「えどうする店で抜く場所変える?」みたいなごめんなさいね店主の立て上がっちゃって。 いや、面白いな、こういうコントというか、言ってほしいセリフって、その人柄が出ますよね。あ、出ます。あ、でも、俺、こんな人間かもしれないです。そうなんだ。はい、はい。こういうこと言ってほしい。言ってほしいですね。まあ、可愛い子にですよ、それは。今更嫁に言われても、ちょっと引きますけど。いえいえ。でも、こう、お酒飲んでると。壁がなくなりますよね。そうです。あれ、すごいですよね。はい、はい。何でも言えるようになりますしね。そう。ただ。 我が家でもたまに三人で飲んだりもしますけど。そうなんだ。やっぱ壁がなくなりすぎるんですかね、最終的に喧嘩になっちゃう、ね。<laughs> <laughs> <ら>何でも言い合っ,っ,、ね、っちゃって。何でも言い合っちゃって。まあ杉山が酒癖悪いっていうのもある悪そうですね。すごい飲みそうだしな本当です。あいつ後輩から海賊って呼ばれてますから、ね。<laughs> 似合うな <laughs> 今日はありがとうございますありがとうございますはいさあそんな我が家さんからお知らせがあるんですよねはい、はい、ありがとうございますあの僕たちね我が家も 出るあのお笑いライブがあるんですけど、はい、最小王座決定戦というのを毎年やってるんですよ、はい、の最小っていうのは最もこう笑うって書いて最小なんですけど、うん、これの決勝戦が2月9日日曜日に東京の表参道グラウンドで開催されます、はい、他にもロッチライ師とかたくさん出ますんで、うん、ぜひあの渡辺エンターテインメントで最も面白い芸人 を決定する大会なんで、うん、詳しくはこの渡辺エンターテインメントお笑いライブのフェイスブックで確認してくださいはい、このライブでも渡辺さんが饒舌に喋ってるところを見たいですお笑いになるとガッチガチになるのでダメです <laughs> ぜひ楽しみに皆さん見に行ってください、はい、今日のゲストは我が家の渡辺俊さんでしたありがとうございますありがとうございました